やめろ。せーの、むにっともちっとゆみまろです。おはようございます。ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る。ということで、今日はセブンイレブンの商品で一人クリスマスパーティーをしていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで、クリスマス安定の今年もクリぼっちということでね、一人でクリスマスパーティーをしていきたいと思います。とまずね、この金のマルゲリータってやつ、これをちょっとね調理していきたいと思います。これさ、すごい見た目めっちゃ豪華じゃない？これだってね500円ぐらいしたのよ。みんなちょっと多分さぞおかし美味しいんだろうねっていうことで、ちょっとオーブントースターで焼いてきます。はい、焼いてきました。めっちゃ美味しそう。ちょっと順番にね紹介します。こちらが手伸ばし生地を楽しむ金のマルゲリータです。これねすごい大変よ。あ、大変よっていうか、まずレンジで解凍して、その後オーブントースターで焼くっていう感じなんだって。レンジだけじゃできませんみたいな感じだった。そしてチーズたっぷりエビグラタンとナナチキと、まあ、アメリカンドッグは全く思ってクリスマス関係ないんですけど、自分がただ単に食べたかったから買いました。そしてデザートは16層の幸せ重なるミルクレープです。美味しそう。16層、16層っていうのにもなんかこだわりがあるんですかね。それでは早速いただきます。あ、ちょっとこれ下に下げましょうか。じゃあね、体健やか茶で乾杯。なんかさ、とりあえずさ洋食食べとけばクリスマスっぽいよね。事前にインスタでね、クリスマスみんな何食べるって聞いたんだけど、やっぱりチキンとケーキがめちゃめちゃ多かった。まあ、あとはピザとかもねありました。アメリカンドッグはなかったです。まずじゃあどうしようかな、ちょっとチキンから食べるか。チキンはちょっとこちらでいただきたいと思います。ナナチキ、あ、美味しそう。クリスマス。いただきます。うまっ。うん、本当はさ、こうやって食べるチキンが良かった。でもなんかね、ナナチキン骨付きもありましたよ。ちょっと高いけどね。でも骨なくても美味しい。うん、チキンね、めちゃめちゃ味がしっかりついてるから、めっちゃ食べ応えあるし、全然、まあナナチキンみんなね食べたことあると思うけど、ジューシーだね、とてもね。ちょっとアメリカンドッグ食べたいけど、先にピザ食べよう。それでは早速ピザをいただきたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。チーズいっぱい乗ってる。うーん、もこれは500円するだけある。え、マジで本格的な味するし、すごい。もう、その冷凍のピザとは思えないほどの本格的な味だね。このトマトソースがね、美味しい。結構酸味があって。うん、あとなんかこの生地もさ、なんかわかる？なんかこう本格的な感じの生地っていうか、レンジで解凍してその後オーブントースターで焼くんだけど、その時になんかこのピザのこの周りの生地のところに水をなんかシュッシュってやってから焼くと、なんかもちっと仕上がりますって書いてあって、でもさ、うち霧吹きないからさ、手でさ水ペーペーってやったんだけど、もうちょっとつければよかったかな。生地がとにかくしっかりしてて、あ、なんか石窯フィローネみたいな感じ。でもこれ冷めるとね結構固くなっちゃうから、ちょっとチンしてこようかな。ちょっともう一回温めてきます。温めてきましたよ。でーん、私折りたたんで食べるタイプ。うん、あっ、え、マジでこれなんかイタリア料理屋さんのピザみたいな味する。なんか宅配ピザの味じゃなくて、マジ本当に本格的なピザの味する。え、これまた買おう。めっちゃ美味しい。
うん、続いてこちらエビグラタン、めっちゃ美味しそう。グラタンクリスマスに食べる人いるんかな。でもなんかクリスマスっぽいよね。美味しそう。うん、めちゃめちゃ美味しい。今年のクリスマスはさ、絶対お家で過ごす人多いよね。去年の今頃はさ、本当に世界がこんなことになるだなんて全く思って考えてなかった。だから未だになんか食べ歩きの動画とか見るとマスクしてないじゃん。なんか変な感じするもんね。え、マスクしてないみたいな。ユミマロ家は25日に家族でクリスマスパーティー、まあクリスマスのご飯食べる。今年はスペアリブを作るって言ってたお母さんが。スペアリブ美味しいよね。どうぞ。いただきます。ちょっとお腹膨れてきちゃった。お腹いっぱいな顔してた。すごいなんかあの本格的な味がする、うん、いやトマトがケチャップじゃないトマトだし、うん、あのパンが釜で焼いた感があるね。うん、釜焼き。今日は小麦粉パーティーなので美味しい。うん、私牛乳苦手だけどさ、このさグラタン美味しくて全然余裕でペロリ食べれる。美味しかったね。ゆな、ナナチキ食べる？一口。これなんですけど、でかい野獣のように食べてます。うん、おいしい。美味しいね。うん、食べた。おいしいよ。でちょっとアメリカンドッグも。でもな、ちょっとケーキ行こっかな。ちょっと私ケーキ行くは食べれなくなっちゃうかもしれないから、私別腹ないしね。ちょっとアメリカンドッグ後にはしたいって。甘いものを見るとさ、普通女子はさ別腹とか言ってめっちゃ食べれるじゃん。全然私ないんだよ本当に。もうお腹いっぱいだった。お腹いっぱい。はい、コーヒーまで入れちゃってきました。うまっ。よし、ではでは16層のミルクレープ。これさ、この商品名のとこもすごいなんかクリスマスみたいになってる。かわいいね。私ミルクレープね好きなんだよね。でも強いて言えばさ、あのケーキ屋さん、ハーブスのミルクレープでフルーツがさもりもり入ってるやつあるじゃん、この中に。あれめっちゃ大好き。でもハーブスのケーキ大きすぎてさ、1個食べるのめっちゃちょっときつい。では16層失礼いたします。ちょっとお皿も準備せずにこのまま食べます。丁寧な暮らしは無理なので。じゃあ16層いただきます。しまった。1層ここにあった。15層だった。おいしい。16層。ユンナ、ミルクレープ食べる？なんか私さ、セブンのさミルクレープ初めて食べたんだけど、なんかユンナ曰く濃くなったらしいです。あ、ちょっと今揚げてきたんだけど。でもさ、このさ16層ってことはさ、やっぱり研究を重ねて16層になったわけでしょ。15層でもダメだし、17層でもダメ。もう16層がいいって思ったからね、やっぱりこれは16層で食べないといけないんですよ。ちゃんと16層で。うん。え、変わったの？知らない。初めて食べた。え、カラメル？洋酒入ってる？入ってる。洋酒入ってんの？入ってるよ。全然味しんけど。え、したよ。え、した？うん。やべえ。
無意識に酒を欲していたかもしれん。美味しい、全然くどくない。うん、いや私これ1個食べれるぞ。お腹ちょっといっぱいだけど、結構ほんとあっさりしててクリームが美味しい。うん、ラスト。ちょっとアメリカンドッグはお腹いっぱいなので、また終わって、また後でね、食べようと思います。買った意味。まあでもクリスマス関係ないからいいね。はい。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。今日はね、セブンイレブンの商品で一人クリスマスをやっていきました。まあコンビニでもね、あのクリスマスっぽいメニューは揃えますので、ぜひクリぼっち仲間だよって方はぜひセブンイレブンに駆け込んでみてはいかがでしょうか。私のおすすめは圧倒的にピザですね。めちゃめちゃ美味しかった。本当にあの釜焼きって感じでね、イタリア料理のお店にあるようなピザで、まあ500円するだけの価値はあるなって思ったので、ぜひねみんなも食べてみてください。めっちゃ美味しいです。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッとマジッとユミマロでした。サブチャンネルもやってるので見てね。せーの。